はい、皆さんおはようございます。X よしです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、難波、大阪難波来てます。かなりね、外国の人が多いんですよ。もういっぱい外国でね、ニーハオとかね、ハムニダハムニダって。まあ前から比べたらね、結構ね、マナーはね、良くなって来ていらっしゃるんで、いいなと思うんですけどね。まあともかくね、なんていうかな、いきなりあれなんですけどね、歩き方が違うんですよ、日本人と。それがね、一発わかるんですよ。で、彼らはね、あんまり物おじしないんですね。堂々と真ん中に走っていくんで、歩いていくんですよね。で、まあ日本人だったらちょっと避けるとか、区分するじゃないですか。それがないんですよ。だから一発わかる。はい、まあまあ、で、今日はね、レンチン食堂ね、冷凍食品の食べ放題ってやつね。まあね、いっぺん物の試しにいっぺん行ってみよう思うんですよ。よかったらね、また利用したらいいし、冷凍食品そのものはね、非常に完成度強いと思うし、また何て言うんですか、食材のね、無駄にしないというね、そういうね、大命題があるから、まあ、それはね、促進してたいなと思うんです、私個人的にはね。皆さんどうですか？はい、そういった意味でもね、新しいその取り組みのね、応援したいと思います。で、参りました、レンチン食堂ね。カニ道楽さん、ちょうど前にあるんですよ。はい、行ってみましょう。お客さんの顔ちょっと見せませんけども、かなりね、ボツボツ入ってきておられます。はい、ですね、これね、後から見せますけども、パスタとハンバーグと、で、バーガー、カルビのバーガーあったんですよ。それを選びました。で、2台使えるんですよ、こういうふうにして。でね、デザートね、これね、嬉しいですよ。ハーゲンダッツが、1人2個までっていう制限なんですけど、ハーゲンダッツのね、アイスクリームね、これ、食べられるんです。で、45分間の中で、セルフの管理せんかっていかんのですけども、食べ放題ということになります。で、こういうリストバンドで、この、支払いのね、この、区分分けをされてるんですよ。だからね、食べたら、払うことになるんですけども、その時に気をつけなければならないのは、現金払いができないんです。ですから、クレジットカードで、とか、ペイペイとか、そういうのでね、払うということになります。ということです。ちょっとね、この時間がね、新規臭いですね。やっぱり時間5分ぐらいやっぱかかるんで、そこをどう評価するかですね。その間に、あっちのゲーム機とかね、使っていいですよって言ってくださるんだけども、ゲーム機やってて、これ忘れちゃっていけないんで、やっぱり立って見てへんかっていかんというとかね、場所取りしなかったらダメとか、そういうあれがあります。あとはまあ、ここ、ソフトドリンクを飲み放題とか、こうありましたね。はい。で、アルコールの方は、また別払いで、ちょっと値段高くなるんですよ。メロンソーダとかね、この辺はもう、ジンジャーエールとか全部揃ってますね、これだって。で、緑茶があって、アイスコーヒーがあって、アイスホットの紅茶とココア、はい、これがあります。そういうところはね、非常に完備してますね。コーラ、あ、こっちか。これあったかいのがあって、こっちがクールで、ここでね、ご飯のタイムで、この辺がちょっと違いますね。アイスクリームなんかもかなりいっぱい揃ってましたね。小さい、この小粒のやつからね、スーパーカップ6個に、6個も食べられるんかな、スーパーカップって。スーパーに乗ってよく売ってるやつですね。あずきバーとか、きなこ餅とか、これ一つ一つ出していいのかな。ガリガリ君とかね、こういうとかありますね。まあ何を言ってもね、ハーゲンダッツがね、置いてあるのはね、これは感動しましたね。とかこれで、いちごのこの、ハーゲンダッツなんかと、あ、シュークリームもあります。これもね、これはなかなかな。で、サイドディッシュ。これね、中身を出してやらなかったのは
中身を出さなくて入れていけるやつもあれば、出してやってみなかったらダメっていうのがあるんですよ。だそれでね、ここのとこね、ちょっとね、燃やしちゃって店員さんに平謝りこれやって、これね、はい、だあのそこは気をつけなかったらって、あの特にあの私らみたいなそういう男物の方は全然その分からないでやっちゃうことが多いんで、そこは気をつけましょうということです。いい教訓になりました。私のチョイスのね、コーラとカルボナーラと、もう一つハンバーグ今ちょっとやってるチンやってるんですよ。それとあのハーゲンダッツのクリーム、アイスクリームね、これ1、2、3、4、5点ですか、5点選びました。はい、まあそれ1200円がね、どうなんかな。まだ今調理してから15分しか経ってないから、あと30分はねこれ食べられるという話になるんですよ。はい、で気づいたんですけども、こういうスプーンとか箸とかこういうのねあって、ゴミが出るんですよ。だからこれはね、もう一つトレイをこう用意しといて、あの持ってきてもらう、持っといてきて、それでこうね、あのやった方がいいけど、そうするとすぐにこれ、この食べるやつとあれと2つね持ってけんかったらダメですね。ね、味の方ですけどね、結構カルボナーラ美味しいですよ。うん、なかなかね、あの味がいいです。はいね、はい、ね、火災を起こしまして、スタッフに迷惑かけたハンバーグです。これね、なんかね、バターのね、入ってるのかな、どんな味かな、ちょっと食べてみましょう。やっぱりね、冷凍食品ってね、侮れないなという典型ですね。味いいですよ、本当に。美味しい。これ、いっぱい食べたら腹いっぱいになると思うけど、それで1200円ってまあそんなもんじゃないという感じだと思います。ちょっと言えないですけどね、カルビおにぎりはね、味はね、ちょっと濃いめなんかな。若い人向きですね。これはね、カルビおにぎりはちょっと三角。で、カルボナーラはまず。ハンバーグね、これ美味しいんですけど、電気のね、電波の当たり具合が悪いとこは、やっぱどうしてもね、残るんですよ。これはね、ちょっと要注意。だからまあ、6分で書いてあっても、7分ぐらいしてよーくね、電波当てた方がいいか分かりませんね。まあね、もう一回ね、復習をして言っときますと、私らは、あんまりいつもで、冷凍食品をこう、扱わないんで、そのままレンジレンジにやったらいいんだと思って、やったらね、袋がめちゃめちゃになって、中にちょっと火が吹き出して、スタッフの方に迷惑をかけたっていう、そういう物語のおひれつきになりました。はい。ですけど、物そのものはすごくあれで、物は美味しいものばっかりなんで、まあ、これで1200円だったら、そんなにね、文句出ないと思いますよ。45分で、と思います。アイスクリームですけどね、先にね、取って、こうやって、10分ぐらいしたら溶けてくるんで、先にね、ハーゲンダッツとかその辺の美味しいやつをね、こう取って、置いといたらいいと思います。はい。ちょっとコーヒーかなんかね、ちょっと見ていきましょうかね。はい。こうなってます。うまくいかなかった。おっ、ああ、食べた。もう一回。ああ、ダメ。やっぱ下手やからね。やめましょう。あっという間の45分でしたけどね、電池食堂なかなか良かったと思いますよ。1200円あってね、ちょっと世話してないかな、あと10分ぐらい欲しかったですからね。はい、では帰りましょう。ちょっと街路に戻ってきましてですね、電池食堂の、ね、感想をねちょっと申し上げたいと思うんですけど、
45分というまずね時間で45分、まあこれはね最初は当初30分だったらしいんですよ。ですから15分延長になって45分だったというのは良かったと思いますけども、よく言ったらあとねそうね10分ぐらいは60分ぐらいはねちょっと欲しいなと思うんですよ。まあ食べる人はねそれなりでも食べると思うけども、調理したりする時間がちょっとやっぱかかるんで、やっぱ60分ぐらいは、ね、欲しいかなと。それでもねそんなにねみんな食べないと思いますよ。そらギャル曽根さんみたいな人だったらね別ですけども、普通はそんなに食べられない。結局私もカルボナーラとハンバーグとカルビのね牛カルビの おにぎりみたいなやつね、それとハーゲンダッツのアイスクリームカップ食べてコーラ飲ん で食後 のコーヒー飲んだ、そんだけです。まあそれだったら1000円、そうですね、冷凍食品買ったら1200円ぐらいはまあなってると思うんで、それから言ったらまあ元取れるっていうか、まあ妥当なね線をねうまく狙ってるなというね、そういう気がしました。はい、まあね市バスの難波でね結構皆さん今日日曜日で来られています。外国人の方も多いです、ね、まだよかったらねどんどん来てもらっていいと思うんですけどね。はい、ということで今日もありがとうございました。また皆さんとお会いしましょう。はい、今日もねたくさんの方にご覧いただきまして誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また皆さんとねこのチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではごきげんよう、さようなら。